全員戦闘配備。光る筒についてだが使わせるな。使われたら気合で避けろ。性能は確かに脅威だが、数が揃わなければどうということはない。我らは戦略的に優位に立つ。そのための奇襲だ。この奇襲の成功なくして本隊の勝利はない。では各部隊速やかに配置につけ、これより総統のヘビ作戦を開始する。全体突撃。行くぞ、ブルネリ殿、フィレル、ミキ。戦闘が終わってからだ。あれはエマーソン。どうしてアンドンさんたちがここに。なぜここに。フィデル、今戦いに集中するんだ。奇襲は成功、敵の勢いは弱い。いばらね。様子見している場合じゃないぞ。この一戦我らの勝利が出るんだ。ここは私たちに任せてください。あまり無理はしないで。何やってんだ。敵はちょっとしかいないだろ。おしり。これが耐えられるなら耐えてみせろ。お前ら壁になれ。俺を守れ。早くしろ。もうすぐ先生たちが来る。この中で少しでも敵の数を減らす。ワットの最高エンゴさん、時の手みんな本気しろ。やるっす。早く戦いを終わらせてしまおう。これならいけそうです。それでも戦え。これが耐えられるなら耐えてみせろ。東門よりレスリア兵の進行を確認。デルスール様、このままでは挟み撃ちにされます。今回は貸しにしといてやる。野郎ども、ずらかるぞ。約束はどうした？すまない。なんで殴らないの？
る私が。どうして、なんでよ。この人たちを殴ったって何も解決しない。拳が痛いだけだ。これからどうするの。彼女は我々が想像していた以上にクロノスにとって重要な人物だったようです。しかしお話しした通り、我々は船を失い、リリアさんの所在も分かりません。結局何もできないのか。リリアさんの救出は我々連邦にとっても重要な案件となりました。リリア奪還は手伝ってもらえるんですね。無論だ。しかし手がかりが。あれもなくしちゃったの、船と一緒に。あれとは。爆発した研究所で何かいろいろ探っていたでしょ、その時のデータ。ああ、自分としたことが見落としていました。どうやら俺もだいぶ混乱していたようだ。手がかりはあるかもしれない。早速紋章研究所で入手したデータを漁ってみます。どのくらいかかる。 1,2 時間ください。絶対に何か見つけてください。必ず。じゃあ後でまたこの部屋に集まろう。状況が許す限り私も手伝おう。ありがとうございます。別の機関とやり取りしていた通信データが残されていました。どういうことだ。やり取りするには相手が必要だろう。なるほど。あの研究所の他に少なくともあと一つ敵の拠点が存在するということか。そこにリリアが。確信はない。しかし調べてみる価値はあると思う。新たな情報を得られる可能性もあるしな。ですが場所の特定ができていません。手があるんだろ、説明してくれ。はい。クロノスの機関技術は紋章科学だと思われます。紋章科学。私たちの世界には紋章術と呼ばれるこの星の受印術に似たものがあります。それを科学的に分析し体系化したものが紋章科学です。どうやらクロノスは我々よりはるかに進んだ紋章科学を身につけているようです。アンヌたちでも分析しきれない。残念ながら私から見れば君たちも十分万能に見えるのに。基礎になるデータベースが存在しないので我々では解析できません。それにこの星の受印術もかなり高度です。そうなの。もし仮説が正しい場合、受印術によるエネルギー波を解析しクォートスキャナーに機械学習させればクロノスの紋章科学ベースの装置から漏れている何らかのエネルギー波を感知できるかもしれません。フィオレさん、あなたの持つ受印術の知識を全て提供していただけますか。同じ研究者から言われたら無言でケリの3発もお見舞いしてやるけど、リリアのためなら喜んで。ありがとうございます。私の知識で新しい世界が開けるかもしれないなんて、むしろワクワクする。ではフィオーレさんの受印の知識を記録し、その後解析と学習を行います。ですがデータの量によってはかなりの時間を要する可能性が。こればっかりは仕方ないだろう。どのくらいかかりそうなんだ。一晩もあれば。おそらくは一晩も。船があれば一瞬なのですが。そう焦るな。今日はゆっくり休んで明日また集合しよう。誰か出て行った。なんだろう。
大体分かってるんだろ。少しずつですが。ですが、なんだ、どうした、こんな夜中に。別に。リリアのことは本当にすまなかった。顔を上げてください。あなたたちが悪いんじゃないって分かってはいるんです。なのにあんな態度を取り続けて。こちらこそすみませんでした。お前に謝られてしまったら俺の立つ瀬がないよ。大切なのはリリアの無事です。あの子を連れ戻すにはお二人の協力が絶対に必要です。今度こそ約束する。リリアの救出に全力を尽くそう。解析終わったのか。解析の結果、トレクール領内アイソック川のほとりに微量のエネルギー反応が確認されました。もともと何らかの施設があるという可能性は。地図上では人工建造物は確認できません。怪しいな。行きましょう、そこに。よし、出発しよう。